私は日本リクルートセンターというところにいましてね、今でいうリクルートですね。で、こちらの、まあ、旧社名が日本リクルートセンターなんです。こちらにいまして、関西地区で、まあ、求人情報誌を実は立ち上げをお手伝いしてたんですね。まあ、そのプロジェクトにいたわけです。本当に人のお役に立つ、企業の成長にお役に立つということで、その求人のお仕事というのは非常に私にはぴったりしてたんですね。でそれで情報誌を立ち上げてて、である、まあ、もう立ち上げた後で多少落ち着いてきて、でふと振り返るともう30過ぎてたんですね。割とこうサラリーマンに向いてなくて、まあ、そろそろ何か自分で、やるべきかなと思って、そして自分の何か思いのある会社を作りたいなと思ってて悩んでた時期だったんですね。1980年ですけど、5月ぐらいに、まあそろそろ退職をしようということで、退職申請をしましてね。ところがなかなか辞めさせてくれないんですね。こう3ヶ月経ちね、4ヶ月経ってなかなか辞めさせてくれないもんですから、最後は、まあ、事業の総責任者だった当時の日本リクルートセンターの専務取締役だった池田智之さん、この方と実はトップ会談をすることになったんですね。でその時に退職をその最後、まあ分かったと、そこまで和野君が言うんだったら退職を認めようという後で、このように言われたんです。これはびっくりしました。9月19日付で会社を作ったらどうだというふうに言われたんですね。この9月19日っていうのは、この池田智之、私の誕生日だっておっしゃるんですよ。これはびっくりしました、本当に。当時でも日本リクルートセンターといえばもう1000名超えて、東大生が生んだ戦後最大のベンチャー企業であるといって、もう週刊誌とか新聞とかマスコミにいろいろ登場し始めた頃なんですね。そこの大専務がですね、まあ、私の誕生日付でっておっしゃっていただいて、これは非常にありがたかったですね。なんとそこまでおっしゃっていただけるんだと思って、まあ、9月19日独立日ということになったんですね。いろいろ社名を考えました。いろいろ社名を考えたんですけどね、まあなんていうか、ぴったりする社名がなかったんですね。で当時は、まあ9月19日だから、まあ大専務の誕生日でもあるし、これは利用しない手もないだろうなんて思いながらね、まあ919でクイックで、それでクイック、当時はプランニングという社名にしたんですね。クイックだけだったらあんまりにも短いんで、ちょっとあれなんで、クイックプランニングって言って、まあ多少は企画もやってるような、そういうイメージの名前にしたんですね。それが、実は社名由来であり、スタートなんですね。